松潤さん、こんにちは。今日も動画を送っていただきました。まあ、動画の本数がね、徐々に増えていってるんですけども、いつの間にかね、この動画を撮ることが目的になってしまって、実はね、この動画を撮るっていうのは単なる手段でございまして、この辺もね、たまに思い出していかないと、私もついつい勘違いしてしまうんですけども、さあどういうことかと言いますと、松潤さんはサプライズプロポーズをピアノでするというところが、一つのね、目的になってると思いますけども、この今までね、ピアノを弾いてきた部分の中で、そうですね、例えばこういう風な例があるよっていうことがね、出てくるといいんじゃないかなと思うんですよ。好きな彼女がいて、そこそこ関係も温まってきたと。でもお互いにいまいち見え切らない時にピアノで曲を送ったら感動して、これね、ピアノで曲を送るってね、やってる方もこう気分が上がると思うんですよ。行くぞ勝負だみたいな感じになると思うんですよね。で、曲を送られた方もこんな素敵な曲が自分のために送られてきたんだってことで感動すると思うんですよね。残念ながらですね、昨今そういう例があまり目に入らず耳に入らないんですよね。なんかサプライズでプロポーズしようかななんていうのはなかなかなくって、そもそもね、告白や結婚っていうのがプロポーズっていうのがね、減ってますから、まあ希少だと思うんですよ。その中で松潤さんが記憶にある、もしくは自分が関わったと考えられるサプライズプロポーズの瞬間、こういう風にしたらうまくいったよ、もしくはちょっとうまくいかなかったんでこうした方がいいよみたいなのがね、こういう実例があると、実際に結婚を考えている、サプライズを考えている、男性もしくは女性にですね、なるほど、そういうことなんだなと、そういう方法あるんだなと、じゃあそれで勝負してみようかなっていう風にね、関係づけることができるのかなと思うんですよね。ぜひね、この辺もそのシリーズの中に入れていただきたいかなと思います。どのようなね、どのような実例があったのか、これですね、大事なんですよ。私はお金稼ぎのことをよく話題に出すんですけども、アフィリエイトをこのようにやったらこういうふうな月収になったよっていうふうなね、塾生さんの実績を出したりとかね、転売するときにこのように工夫したらこんな結果が出たよっていうふうなことを言ったりとか、 YouTube でこのテーマで語り続けるとアクセスが取りやすいよと、報酬が上がるよみたいなね、そんなね、目的をいつも動画の中に入れることにしてるんですよね。そうすると、 お金を稼ぎたいっていう人が向かう方向が動画のたんびにいろんな角度から語られるんで、いろんな動画を見ていただけるのかなと思うわけですよね。で、こちらとしてもどのテーマが人気なのかな、アクセスが取れてるのかなってことが分かりやすいということでね、検証もしやすいかなというところでございますね。ということで、今回はどのようなシチュエーションでね、松潤さんの手法が生かされてきたのかっていうことをね、実例がありましたらちょっと少しずつ教えていただきたいかなと思いまして、提案をさせていただきました。それではね、明日もね、いっぱい動画作ってみてください。やっぱりね、曲いいですね。私もね、尾崎豊さんの曲を改めて聴くようになりました。なんか松潤さんがきっかけでもう一回私の中で尾崎豊さんの曲が蘇ったって感じです。忙しい日常の中でね、20代の頃、10代の頃、よーく音楽を聴いていた、耳にね、ヘッドホン当てて、ウォークマンっていう時代ですかね、今はなんか iPod だと思いますけども、あのワクワクとかね、カセットテープをこう曲を作る時のね、デートの曲を作る時のなんかね、興奮と言いますかね、なんかそんなありますね、思い出すな、なんかほろ苦いですね、青春、昭和ですね、私ね、昭和大好きなんですよ。こういう本もね、撮ってるんですよ。はい、これね、見てください。昭和40年男ね、これいいでしょ。折しも日本ロック元年というね、これいいですよ。で、後ろはね、なんと偶然にもね、江口久志さんが今でも現役でイラストレーターとして活躍しているというストップひばりくんですよ。奥さんはアイドルの水谷まりちゃん、私も大好きだったんですよね。そんなエピソードがあっても、表紙と裏表紙見るだけでね、私ね、1時間ぐらいこう語れちゃうぐらいね、もうなんか思い出深いんですよね。昭和40年男、まさに私のことじゃないかなと思いますけどもね。ということで、今日も動画の方見ていただきましてありがとうございました。